井上正信12月15日昭和4年4月24日は日本の内務官僚。熊本県氏族兵庫県警察部長。元宮崎銀行頭取、井上新一の父。妻清子は元鉄道大臣、小川平吉長女。弟、井上春成は元工業技術庁長,長官。熊本県宝沢軍県郡村出身。 熊本県氏族、井上清熊の長男。明治28年家督を相続する。大正3年東京帝国大学法科、大学政治学科を卒業し文官高等試験に合格する。宮城県属、市が埼玉各県理事官を経て、大正12年欧米各国の地方行政の調査を、終え、石川県理事官、高知県警察部長、道県書記官、警察部長、 復興局事務官、同所機関を歴任し経理部会経過長に補せらる。兵庫県警察部長在職中に脳一血で死去した。小川家の人々、平吉、悦子、平子。後列左より、妻、聖、子と、で、か勝、平次、平次郎、一平八戸 AB 昭和の日本 1929P271。P ABCDEFGHIJKL 人事更新録 E28ABC 佐藤智康著広罰地方豪族のネットワーク445ページ佐藤智康著広罰地方豪族のネットワーク448ページ東京朝日新聞1929年4月25日有刊2面井上兵庫県警察部長の一決で行くありがとうございます